どうもこんにちは、高橋キリンの高橋です。本日は朝起きにくい時に使えるツボを紹介したいと思います。はい、ツボの名前はこちらで曲線と言いまして、場所はですね、この脇の下ですね、もうちょうどど真ん中、ここが曲線になります。押し方はまずですね、この3本指でですね、もうそこめがけて突き刺すような感じで、脇締めて、で親指余りますね。でそれをですね挟んで、でこうちょっとね脇を上に押しつつも前の筋肉も一緒にねこう揉んじゃってください。挟む感じですね。はい、でもう一つ試してほしいのは、今度はですね親指をこう曲線にですね差し込みまして、今度は背中側ですねの筋肉を揉むと。はい、でもちろんこれね左右にありまして、うん、でね、あ、まあ押す目安時間力はですね、これはもうご自身が起きたくなるまでですで結構つまむと痛いと思うんで、まあ、最初からですね力いっぱい押しちゃうと不快な朝になると思うんで、まあ、ゆっくりじんわりやりつつですね、うん、そろそろ起きるぞという感じになってきたら、どんどん力強めてもらうのはいいかと思います。はい、でワーキーはですねおなじみ毛細血管が詰まっているところなんですけど、詰まっているのは毛細血管だけではなくてですね、もう本当にさまざまなものがいっぱい詰まってます。で血管の話で言うと、毛細っていうのは一番細い血管なんですけどね、まあ、それ以外でもですね、大きい液下動脈、液下静脈っていうのもですね、この脇の下を通ってまして、うん、心臓からこういうふうに腕の方に行く、何？主要な血管ですね。それでまたこう戻ってくると、うん、その動脈静脈があるというのと、あとその動脈静脈にですね並走するように、リンパ節も流れてます。はい、でちょうどこの脇の下にですね液化リンパ節っていう大きなリンパ節があって、うん、リンパ節はあれですね、リンパが多く詰まっているところですね、うん、であとプラスですね神経も多く通ってまして、腕のですねこう動かす神経っていうのは、首から出てこういう風な感じですね、まあ、全て脇を通って手の方に分布されていきますし、あともう一つ、脇っていうのは本当にね筋肉に多く含まれてますんで、うん、最初こう前をつまんだ時にはですね、大胸筋小胸筋という筋肉を刺激することになりますし、背中側ですねこういう風に揉んだ時には広背筋大円筋肩甲下筋が刺激されることになりますんで、うん、この曲線をですねこういう風に挟んで前後で揉むと、血管でしょ、リンパ、筋肉、神経か、とね、もうまとめて刺激することになりますので、それは体もですね少し起きてきますわなという話ですね。はい、では今度、名前の由来ですね。曲線、曲は極みとか、最上最終という意味があって、線は泉ですね、まあ、湧き出るということです。なので曲線はまあ、最も上にあって血とかですね血液とかがいろいろ流れ出す場所だよという意味になります。で、まあ、何の最も一番上なんですかっていう話なんですけど、これまた壺は駅で経絡という線路があるっていう話なんですけど、この曲線は神経というですね、まあ、心臓を司る線路の、出発地点になります。で一番上なんですね。経絡はこう一方通行なんで、神経はここから出て指先まで行きます。うん、東洋医学でもですね心臓っていうのはの役割は西洋医学と一緒でですね、ポンプの役割で血をこう全身に巡らすよというふうに捉えられています。はい、プラス東洋医学は心と体がね常に関係しているよというのが基本的な考え方なんですけど、その中でもその感情とかですね、うん、心っていうのをコントロールしているのは、心臓っていうふうに言われてまして、うん、なんで、まあ、曲線がですねその心臓の線路の始発液になりますので、まあ、それだけ、ちょっとねこう朝起きたくないなっていう風なちょっとマイナスな感情にもいい刺激を与えてくれますよということになります。はい、本当にね私も朝起きたくないは高橋に任せろというぐらい
朝はちょっと苦手なんですけど、こうやるとですね、まあ本当にベッドで寝転びながら起きたくないなーって思いながらこう揉んでるんですけど、結構ね揉んでる間にほなまあ車内からそろそろ起きようかという気持ちになりますので、そういう方はぜひ試してください。あとそうですね、全国でお困りの親御さんたちもお子様に試してみてはいかがでしょうか。はい、では本日は以上となります。どうぞご大事に。